全然できるかな。あれだからさ、でも何なんだろうね、なんでポアロなんだろうね、やるのが、うん、まあシャーロックで出すことの勇気はないんでしょう。何そんなにたくさんあるのシリーズは。3です3です。うん、これで3。3、いや、要は元の、あ、原作は元は33。ああ、なるほどね。そんだけあったら、じゃあいっぱいいっぱい作るで、いいもの、いい有名なやつだけで多分5、6本あるんで。はいはいはい。なるほどな。でもね、ポアロ1回手出すんだったら、うん、1回シリーズ手出すんだったら俺はもう終わらせてほしい。あ、ちゃんとここね、うん、ちゃんと終わらせてほしい。ポアロはちゃんと最終巻があるんですよ、うん、シリーズの中で、うん、それ最終巻がある原作ものだから、うん、ちゃんと終わらせてほしい。やるんだったら。なるほどね。はいはいはい。ちょっと飲み物買いたいな。どこにあります？ね、コンビニならセブンがもう出て左の方に。まあ、っていうかどっかしらに。じゃあ、セブン行くか。全然どっかしらにはある。ついときもある。じゃあそんな、サブちゃんにちょうどのいい。僕の好きな。なんすかそれ、そのまま食べるぶどう。ドライブイレブンの、いや違う、冷凍、マンゴーとぶどうと、まあブルーベリーとかもあるけど、うん、マンゴーかぶどうは甘くて美味しい。美味しい。美味しい。スプーンで食べる。いいですね、夜食に。はい。皮ごといけるやつも一緒に。あ、もうほんとこのまんま。このまんま多分本当にドライ、あのフリーズさせただけ。そうそうそう、だからなんかに使うんじゃないかな、別に。はいはい。あのこのまま食べてもいいし、ケーキとかに、あー、はいはいはい、乗せてね、調理に使ってもいいし、デザートに使えるやつ。俺はこれ作業中にこれを食う、こうやって。なるほどね。うまい。このその絵が入ってないかもしれないな、もうちょっとやってくれ。ほんと、いやらしい話になっちゃうけどさ、いいっすよ、電波に乗っていい範囲の。まあ、わしはさ、こう引っ越すじゃん。はい。で、また引っ越してきたじゃん、ここに。うん。で、まあ、いい部屋じゃん、ここ。うん。で、遊戯も家借りてるじゃん。うん。汚い部屋じゃん。で、俺さ、なんか、まあ、俺もそうだけど、うん、こう一緒に並んでるけど、うん、格差あるな。なんか俺そういうことで、そこでなんか今日ここへ来るときちょっと思って、あーそういうことで、なんか一緒に、なんかこの差って変な話、格差ある、売れっ子俳優とあの下積み俳優ぐらいの差があるよな。あー、確かに、所得的なね、そう、住んでる場所で言えばね、それは。そうそうそう、なんか俺同じ映画系 YouTuber でなんか横並びの気持ちでいるけど、なんか家見る部屋っていうんかな、家っていうか、あー、なるほどね、住んでるところでとか感じた。いや、多分でも、うん、下のやつって気づかんのかもな。いや、意外とマジで。いや、俺ユーギンちもよく行くしさ、行くために汚いなとか言うじゃん。います、います、います。まあ本当にもうユーギンの土地の感じで言ったら普通の部屋だよね。だからまあその汚い、まあ汚いは俺のあれなんで、うん、普通には狭いしね。そうそうそう。うん、でもまあ、あのロフトもあってさ、うん、まあ別に極端に狭いとか変な部屋じゃないじゃん、ぶっちゃけ。まあ普通、でもね、安さは家賃4万5千なんで、うん、月。まあそっかそっか、もう結構東京で、一応都内だもんね。そうだよね。だから、まあ安い木造のアパートの一室ですよね。うん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 、そうだね。うん、わかるわかる、うん。確かにあんま、そうね。いや、僕、ゆうぎくんの家にそれで行ったことないから。一回も来たことないですよ、そう、だから想像でしかわかんないから、うん、その辺、うん、そう、その格差がどうのって気づかないっていうところはあるかもしれない。だ、ね、うん、だから多分これも、年齢的な視点もあると思いますよ。そうだね。柿沼さんに俺の時があったから、それを思うんだと思いますよ、うんうんうん、で。俺は今の俺の時期しか知らないから、うん、10年後の俺を知らない、ね。でもさ、やっぱちょっと、あ、広くて綺麗だなとか思うでしょ。なんかね、人んちってだけ。あ、そうなんだ。そう。いや、だから俺が、いやらしいんだと思うわ、ね。で、俺はそこ経験のあれ。俺は結構その、部屋とか住んでるところに、意識、うんうん、あ、なんて言うんだろう、羨ましいなとか。結構俺もちっちゃい時から、うん、結構なんだろうな、
結構お金持ちの人のお世話になったりとかすると、うん、住んでるとエントランスからすごかったりするじゃん、うわーとかこんなとこに住めるようになるんだとか思い描きながら生きてきて37、うん、俺そんな立派なとこには住めてないけどなんかそういうの感じてたから、うん、でなんだろうな、バス屋さんでもその超豪邸みたいな感じじゃないけど、うん、まあまあ俺からするとやっぱいいとこ住んでんなみたいな感じでさ、まあ、そうね、うん、その雪はする立地とかは結構いいからさ、いいし、ね、場所言えないけどね、うん、だからおーとか思ってて、で遊戯来るって聞いて、遊戯んちって汚いよなとか思って、だからそこでなんか今まで気づかなかった、あれそりゃそうかみたいな、ね、はいはいはい、なんか俺らって横並びだと思ってたわみたいな、まあそのいやでもそれも別に横並びは横並びなんじゃないですか、意識的には横並びじゃん、うん、いやてか俺横並びとも思ったことないかも、あそうだってやっぱり先輩だから俺からしたら二人は、まあでもそうだよね、まずそれはそう、それはそうだよね、だから横並びというかその仲間とかじゃなくやっぱ先輩っていうのが一個あって、あそうなんだ、でしかも大人っていうのが一個あって、でも、もちろん、その、まあ、だから、そうね、大人としては、ちゃんと大人の家だよね。そう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 。そうだから、なんか、そんなに、今、映り悪いよ。映り悪いよ。まあ、ふと思ったけど、映り悪いよ。自分と比較するなら、まだしも。でも、なんか、そう、それは、そうっすね。あんま思ったことなかったかもな。うん、いや、俺も思ったことなかったね。今日初めて、なんか、ね、ふと思ってた。出てきた。そう。そうね。でも、まあ、でも全然そうっすよね。ね。言われてみたらね、まあ、その癖だからなんだろう、それこそ僕は引っ越しをしなきゃいけないじゃん、うん、前も来たの見る、あそのクレーム、クレームこういう風に来たの、これとうとうだからショートメールで来るようになった、お世話になっております、家主様より係から申し出がありまして、音が響くとのことよろしくお願いいたします、もう個人宛てなんだ、そう珍しいね、個人にちゃんと来るの、そうで、これは珍しく、そあの後だからさ、バク転とかしてない、はいはい、本当に下の階に響かない、うん、で、悪い心が出て一瞬ね、あの昼時のなんか昼過ぎだし、うん、一回良くないと思ってやったら来た、うん、もうこうしてんじゃん、そうしてるんだよ、ね、はいはい来た、はいみたいなね、もうだから本当にここには入れない、だってここで音鳴るんだもん、もう入れないよ、だからさ結局その格差どうのって言ってるけど、うん、僕はその音がある程度大丈夫なようにそれなりに高い家賃を払って出してるつもりだけど、うんうん、それを享受できてないってことは、うん、結局なんかそのまだ足りてない、その要はというよりその借りる家の選び方とかまだこう経験として、ね、そうそうそう、所詮なんか、なるほどね、そうなんだろうなって、僕もその感覚としては全然そのなんていうかそのまんまっていうかです、あでもそうそうそう、俺もだから今話で思ったのは、うん、なんで今まで思わなかったかなと思ったけど、うん、なんか前にほら3人で行ったじゃん旅行、はいはいはい、その時ユウギがバイト辞めるみたいな話してたじゃん、うんうんうん、そっか、そんでなんか普通やっぱり普通に見たらユウギがバイトしてないだけですごいねえじゃん、うん、うん、感覚的にユウギの年齢的にも状況的にも、そうだね、一人だなんかもう誰に雇われることになって、多分周りからしても、はい、YouTube でバイトしてない で、ね、そう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 、うん、食べてるだけで、そうだね、え、すごいね、うん、そうだね、だと思うんだよまず、うん、本当はね、うん、だから今までも何にも思ってないし、うん、そう思ってたけど、あでもそうか、でも単純に同じ俺もそうだし、うん、この3人ね映画系 YouTube みたいなノリで、うん、こう動画出してるっていうところで、うん、なんかああそうか、こうなんかねこうやってまあいやらしい話お金じゃないけどまあ結構 あるよなと思って、まあね、だから僕はだからそれこそ24だから、うんうん、もう10年後は大豪邸のつもりですよ。だからそういうことだよね。はい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 、はい、ね。だからなんかそんなになんかそのうわここはすごいなみたいな憧れっていうか、うん、やっぱ差があるなよりも、うん、まあ10年後はまあまあ。はい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 、抱えも買おうぐらいの感じ上下左右とクレーム来ないようにね、霞む階とかね、やっぱり安い家賃の家なんで、うん、逆に言うと俺すっごい音するんですよ、うん、
ね、どこでも上の階の音するよね。上の階の音とかも半端なくするし、もうエッチの音とかもバンバンずつ。あ、そうなんだ。上の階のとかも全部聞こえる、うん、歌とかも聞こえる、鼻歌も聞こえるぐらい。へぇ、LINE 来たら聞こえるもん。マジ？ LINE って聞こえる。 LINE だからユギくんのも聞こえ、そう、だからもうなんか指定所得者しかいないからもう気にしないみたいな貧乏人だから聞こえてなんぼみたいな、それありきでここ住んでるよねっていう、はいはいはい。だから俺が夜中に生配信毎日しとっても一回もクレーム来んし、うん、はいはい、あ、でもね、なんか俺わかるんだけど、俺も今住んでるところの前がすごいボロい竹園荘みたいな名前のもう何々荘っていう、本当にもう古い昭和の時代のもう看板、木の看板みたいなのも住んでたんだけど、そこすごい好きで、でも本当おじいちゃんおばあちゃんしか横住んでない端っこで、でも全員あの洗濯機は外、はいはいはい、俺もそうだわ今。ああ、そうなんだっけ、外っすよ洗濯機。そう、あの感じ好きでさ、だから、うん、そういうとこ住んでた時に、なんかもう快適だったもん、ね、逆にね、そう、ストレスがないですよね、なんかこの雰囲気も含めて。そうか、そういう、で目の前が駐車場だ、もうベランダから直接繋がってんだよ、うん、駐車場が、うん、家出る時も楽だし、うん、ださっきもエントランスすげーとか言いながら、うん、でもエントランスすごいところってさ、うん、結構出入りだるいんですよね、だるいよね、コンビニ行こうとかね、うんうん、だからそれもあるから、確かにその快適さみたいな話になるとまたね、確かにね、本当にどっちがいいかなっていうね、分かんなくなってくる、ね、そもそもエントランスいらねえしみたいなね、うん、そのまま行かせてくれよっていう、うん、ああでもだからだから、牧野さんちの生配信とかしてたら、うん、警察来たりするでしょ、うん、はいはい、それはでないですから俺の時は、ね、そうだね、うん、警察来んの？そう、来たじゃん、来たじゃん、来たっけ、え、覚えてない、3人でやってる時に、はいはいはい、来たわああいうことだね、あれってなんで来たの、うん、そう、クレームですよ、3人で喋ってて、騒音で、うん、すごいよね、確かに、その僕は管理会社からクレームは来るけど、うん、警察からは来ない、そこまでは響かないんでしょうね、うん、うん、っていうことだね。あ、でもなんで広いエントランスのところに住むか知ってる？人が芸能人とかが、芸能人が、へえ、わかんない、なんか俺一個はやっぱり、うん、その記者とかそうだし、うん、一般の人とかが入り口以降見えないじゃん、だから例えばこのビルまで特定されてもそっからどの部屋まで普通はわかんないじゃん、そうだね、うん、でもさ、例えば遊戯室とかそうだし、俺んちもそうだけども入ってくとこ丸見えじゃん、うん、玄関入ってくだからもう、あいつあっちあいこだってバレちゃう、はいはいはい、からもう本当に身を隠したいから、なるほど、うん、エントランス大きくって、ね、そっから先見えないオートロックのとこにちょっと面倒くさくても入んないと見バレするよみたいな、はいはいはい、そっか、もう本当それセキュリティが有名人の人は大事なんだ、ね、そうその辺で言うと金持ちになってくるそういうところ、はいはい、意識がね、また別の問題が生まれるんですよね、そうね、だからこれピー入れてほしいんですけど、使うとしたらね、ちょっとじゃあ気づくように編集の時にねこれバスラさんが住んでた前の家、うん、ピー住んでましたもん、あ、行ってたね、そういえば、え、そうなの、ね、うん、らしい、僕は見てない、奥さん怖い方、うん、あー、奥さん怖い方、あ、じゃ売れてる方か、あ、じゃない方かも、マギじゃない方、いいとこ住めんだ、あの人、確か出入りしてましたもん、見たって言ってたよね、うん、エレベーターかどっかで、そう、てかまあ出てきとった、ピーへぇ、見たことないわ、うん、だから住んでるのか隠れ家か、うん、みたいな話もしてて、うん、まあいいだろうな、でもその僕の前の家じゃん、うん、いやまあその多分一般的に見たら高いとは思うんだけど、うん、だけどその人住んでるじゃん、うんうん、なんかちょうどだなって感じしなかった自分のあーなるほどねいやいやいや俺は自分のタレントパワーっていや俺はえでもそれはね俺は逆だと思うし俺えなんかその人がちょっと背伸びしてるような気がする、あ、してる、無理じゃないって思って、俺もそう思う、うん、
冗談だなって、違う、でもなんか それ思うのはわかる。なんか自分の大事なパワーがこの人と同じパワーなんだって。でも格差って言ったけど、言っても俺らの周りでは馬車さん一番高いところにいるから。まあね、当然ね、そのエースだから数字で言えばよ。それはね、うん、あのありがたいことに。いやだからもう、ね、そこと並んでほしくない。俺らがどんなに頑張って、俺らがようやく手に入れたものって、そう、そう、忘れないように。そこなんだって思ったらちょっと夢ないわ。はい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 。いや、それは全然そんなことないですよ。50万人はもう全然すごいみたいな。全然持ってる。面白いけどね、すごい面白いけどね。でも俺バスラさんのその前の家が俺すごい好きなんですよ。はい、普通に住みたい、ね、下があるとかでしょ、はい、そう、うん、あれ面白かったよね。あっこに住みたい俺は。そこね、なんならね、その見栄えはね、その見てくれは面白いんだけどね、ほんとにね、うん、住んでみたら意外と大変だったりするし、非常にめんどくさい、ね、そうそうだね、俺は住みたいな。めんどくさいんだあれ、上り下りがだるい。上り下りと家具を下に置くのと上に置くのと、分けるの。下がお風呂場なんですよ。はあ、だからと洗、洗濯機置き場も下だし、うん、だからそこをまず洗濯機というか、まあ、だから引っ越しの時が基本しんどい。まず一、まあ、回引っ越しはしちゃえばいいけど、うん、あとはその上下で、うん、基本僕は下で撮ってたから、うん、あカメラ上に忘れたとかの時のちょろっとしたのがなんか手間だったりした、うんうん、とあと僕はそのペット飼ってるから、うん、やつらが落ちそうになったりとか、あとかは、うん、ちょっと怖くなったりとかね、うん、そう、それ以外あと掃除、あ、階段がすぐ汚れるとか、うん、俺は今自分の家に引っ越して、うん、1平米も掃除してないんで。まあそういう人にとってはいいかも。そう、そういう人にとっては関係ない。全然掃除なんかしないから、うん、あそこね15万くらい。あいやー無理やなあ。 15?15 ぐらいですね。あだからね、あそこ高円寺だから、高円寺のあの立地にしてはちょっとぼった。あ、やっぱ高いっすよね。な気はしてる。だって高円寺で15って相当高いと思うもん。高円寺、まあ、いいとこだけど、まあ、広いよね。広い、一応その要は上下で2部屋あるってこと。あ、そっか、2部屋あるってことなんか。そうだけど駅までちょっと歩くじゃん。あ、歩いたか。だからそう考えるとちょっとおしゃれ台かなって感じ。なるほどね、まあ、地下台というかね。そうそう、地下台でもそれで言ったら音なんか全く気にしない。そうなんですよね、うん、そう、いちごは無理やな。15か、あそこで15か、自信ねえな。あのたまに丸の内線の電車の音が聞こえる。そうそう、近かったから、うん、あ、そうなんですね。そう、近かった。地下鉄の音聞こえる。地下鉄の音聞こえる。へぇ、おもろ。だって10万アップですからね、俺。そっからね、そっからね。それは怖すぎる。いや、そうだよね、怖すぎる。確かに怖すぎる、それは。あ、そうだね。なんかこれ分からん、 P 入れたら、入れてほしかったら入れてほしいんだけど、はい、入れてほしかったら言ってほしいんだけど、うん、ほら、引っ越しをゆうぎくんも考えてると、うんうん、で、だからどうしようかみたいなのでさ、うん、その頑張って10万ぐらいの部屋に住むか、うん、全然全然 P じゃない、 P じゃない、うん、か、それともやっぱり例えば5、6万とか7万とかのところにしようかみたいな、うんうん、アンパイ狙ってね。そう、アンパイ狙って。それはどうなの、その現実的に。いやでも10行きたい、10行きたいで頑張る、頑張って頑張る、はい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 。でもそれがいい気はするよね。だってなんか YouTube だけで飯食ってますって言って蓋開いたら4万5千はそれも食えるよってなりそうな。4万5千のゴミ部屋ね。ゴミ部屋言うな、ゴミ屋敷ね。そうだからなんか10ぐらいの家住んで YouTube だけで飯食ってますって言いたい。はい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 、はい、そこあるな。まあでもそれだけで気持ち分かんないけどやる気にはなるとかあるか。いやそうっすよね、でもね、うん、まあ現実問題住めなくなっちゃうから。そうだよね、やんないと。中は行きたいっすよね。まあね、どうにかね。やっぱなんか目安じゃないですか。そうだね、その家賃の東京で考えたらね。ほんと高いよね東京ってね。高すぎる、東京高いよ。やばいっすね。俺この間だって夏地元帰って地元の友達とか働いてるやつはもう一人暮らししてるんですけど、うん、まさにもうちょうどこの家ぐらいで5万とかですからね、うん、いやそうだよ、そうだよ、ね、っていうかだから俺も東京住みたくないのはそこで、うん、なんか値段とその嬉しさがあって、うん、釣り合わない、釣り合わない、釣り合わない。いやでもほんとそう思うんだよな、うん、なんか極端に違いますよね、うん、だって神奈川、埼玉、千葉、うん、周辺
あるけどさ、そこなんかもう2倍以上違うわけじゃん。俺が住んでるところも東京で住もうと思ったら多分倍以上すると思う、うん、金額が、うん、でも別に東京アクセスの、うん、その楽さで言ったらそんなに差はないから、うん、例えば上野の方とか住んじゃったら多分同じぐらい不便だから、うん、しかも普段車あるし、そう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 、ね、そう駐車場もあるから込みで言うとう、ねうん、もう絶対手出せない東京に行けない。駐車場もそっか考えたら車あったら強いよなっていう、ね、車欲しい？いやでも免許がないから、ね、あそっか免許ないの？そうっす。免許持ってないんで、ね、もう東京は車必要ないもんね。そう東京は車行くのもだるい。逆にだってそれで駐車場、駐車場が、ね、高いのよ。どこにしようとか埋まってるとかね、うんうん、で見つかっても高いとかあるから、うんそうだよなって。いやバリバリ働いてた時は、うん、ぶっちゃけめちゃ金余裕あって、うん、なんか何でも買えんじゃんってぶっちゃけ稼いでたのよ。で、だからその駐車場代とか、うん、もうガソリン代とかもう、うん、もう何も考えず湯水のように使ってたけど、だんだんそのやっぱ YouTube だけにしていこうってなると、その時よりは正直稼げてないから、うん、ちゃんとお金見るようになった時に、うん、あもう電車にしようみたいな。ああなるほど。そうなりますよね。そうなる。いやでも俺人生で一回も、うん、俺貧乏だなって思った瞬間ないんですよ。うん、だからどんだけ下積みだろうが、うんそのこの貧乏を耐えてみたいな感情になったことなくて、はいはいはいまあ、物欲と食欲がないんで、うん、まずそれめっちゃ大きいと思うよ。生きるのに金かかんないっていう、うん、コスパの良さがあるんだけど、ね、いや食欲ないは本当に適してると思う。貧乏にね、本当にね、うん、モンスター飲んどきゃねどうにかなっていう、そうタバコとモンスターあれば、うん、みたいなところで、今日さっき食った飯が今日初めての飯だったんですけど、うん、そう1日1食でいい意外とね。いやだって俺その貧乏さってやっぱりそのひもじさ、そうですよね、腹減ったがやっぱりあるよね。だって俺大阪1年間住んでたんですけど、うん、その時1回もバイトしてなくて、うん、親からの仕送りだけだったんですよ。で親から月10万仕送りもらってたんですよ、うんうん、で家賃6万だったんですよ、うん、で俺1回もひもじいと思ってなかったから、うんうん、いやまあでも仕送りはだいぶありがとうだね。いやありがとうよ、だいぶありがとう、めちゃくちゃありがとうよ、うん、でもなんか今考えたら、うん家賃6万の家住んどって、うん、月10万で俺なんで生きていけろったんやろって思うっていうか、うん、確かに考えられんなって思う。そうね、残りの4万でね、そうあと携帯代が1万円ぐらい、そうそうそう、だからその光熱費とか別なんで、うん、考えられんなって思うけど、食費ないんだね、食費がほぼほぼない。そうだからその貧乏だなって思うことがないから、うん、逆に俺多分そのこういう家に住めても、うん買ったとか思わないんだろうな。ないだろうね。あ確かにね。だから逆にその俺もお金気にせずに使えるんですよ。え、一番大人になったなって思うお金の使い方は何？俺先言っていい？あ、どうぞどうぞ。冷蔵庫。冷蔵庫大きいの買った時に。はいはい、はい。あ、大きいの？なんかね、俺むしろね、ちっちゃい時から貧乏だったんですよ。うん、だからなんか、すごいそういう意味のケチさがあって、自分の中に。うんで、冷蔵庫大きいの買ったんですよ、うん、10万ぐらいの、はいはいはい、10万ちょっとか14万とか、うん、俺自分で買っといてマジって思って冷蔵庫14みたいな、俺の中の高い買い物ってパソコンのみだったんで、あーなるほど、はい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 、仕事道具そう、うん、で、そのパソコンもそれこそ昔は20万ぐらいあればまあそこそこ買えたのよ、うん、だから14万俺マジ冷蔵庫に金かかるのみたいなの買った時にさ、まあ別にちっちゃくてもいいんだけど、うん、なんかすごい大人になったな俺、こういう家電にこの額払う俺みたいな。オールウェイズの話じゃないですか、ね、オールそうなんだ。そのピエール時の氷売りの冷蔵庫からちゃんとした冷蔵庫買うようになってなんかいいねみたいな。ああ、本当におー立派な冷蔵庫だ。すごい、どこどこさんち冷蔵庫買ったんだよ、ねね、そんなのいいじゃん。子供たちが見に来る、ね、あー冷たいとか言ってね、うん、いやね、車より思った。ああ、はいはいはい。冷蔵庫ね。僕でも、それで言ったら、ドラム洗濯機、あれ、うん、ドラム式洗濯機。確かに。あれ確か YouTube で食えるようになって、うん、一発目の多分でかい買い物。へぇー。だから、それかもしれない。今、だって。一緒やん一緒やん。ほぼ同じやん、それ。うん、縦型から、ドラム式で、もう干さなくていいってなって、ね、すごい、未来人じゃん。で、でも高いもんね、ほんとにドラム式って高いよ。俺コインランドリー行ってるもん、今。はいはいはい、コインランドリー、ね、だから今、前、
で、トリオで、うん、トリオで組んだ時、トリオで3人で暮らしてたんですよ、うん、9万の一軒家を3人で分けて住んでたんで、うん、1人3万で住んでて、はいはいはい、その時に使ってた洗濯機を俺がもらったんですよ、うん、こう解散ってなった時に。なるほどね。だからもうほぼ0円で俺がそれ使ってたんですけど、うん、もう壊れて、うん、でもその粗大ゴミに出すのもめんどくさいし、それも金かかるから壊れたまんまで置いて、はい、今も置いてる、今も置いてる。あ、でもコインランドリーを、うん、こんなんにして、ね、こうやって行ってやってるから、ね俺ね、地味に今、室内洗濯機置き場が一番欲しいもん。はいはいはい。あ、なるほど。室内洗濯機置き場もないのね。ない。室外だから、うん。はいはいはい。で、洗濯機は確かに俺も欲しいな。洗濯機はそうね、と思った。そんなんね、冷蔵庫もだって俺家入った時にもあるやつだったんで、うん、末置き冷蔵庫みたいなホテルのこんなの、あのちっちゃいやつね、ちっちゃいやつ、はい、なんか上ここら辺がカチカチになるやつ、そう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 、左上のあたりのそう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 でそういう俺大人になったなって買い物ない、あるないかもしれん。今まで一番買った高いものは何なの？その借金なしで。そうだね、借金なしで、しでこれマジで、うん、なさ格差だなこれ。でも古畑任三郎ブルーレイボックスだわ。なんか、あー、なるほどね、でも若干大人感あるないや、な、要はもう大人買い感あるじゃん、ブルーレイボックスって。コンプリートのやつでしょ。だってやっぱ、中高生で手出せない感あるんだよ ね、まあ、ね、ブルーレイボックスとかってやっぱあれ大人の普通手出せない、ね、俺昔かな、ゴジラの首がついてくるゴジラの、あー、昔あるんだ、そういうのね、そう、あって欲しくて欲しくてでも絶対なんかそれが 2,3 万とかでも、うん、まあ、絶対手は出せないみたいな。確かにね。そうだから俺はでかい金がボンってあった時に、うん、最初に絶対古畑任三郎のブルーレイ買おうって決めてたんですよ、うんうん、で中学生の時にその少ない小遣いはたいてメルカリで2000円の古畑任三郎のファーストシーズンのボックスがあって、うんうん、安っと思って買ったんですよ、うんうん、で届いたらレーザーディスクで。レーザーディスクって何？こんなでかい。マジ？レーザーディスクの古畑任三郎ファーストシーズンで、うんうん、俺レーザーディスクを知らないから、うん、そうだよね。で開けたらでっかい DVD 入ってるんで、めちゃくちゃ画質はいいよ、うん、え、これマジでそのパーティーグッズかなっていうか、マギーシンジの耳を切られるみたいな。え、これどういう悪ふざけと思って、で親に聞いたら、あ、それレーザーディスク懐かしいみたいな、うん、逆にラッキーよそれみたいな、うん、感じで俺もうショックすぎて、うん、もうすごい凹んでたんですよ、うん、だから俺が大人になったらこんな子供を騙すような目っり口の小汚い大人なんかから買うんじゃなくて、新品のブルーレイボックスを自分の金で買おうって思って最初に買ったのがそれだったんで、うん、そういう意味では一個上がった感じだったかもしれない。そうですね。いやそうだね。いやでもレーザーディスクのやつもすげえいいんでしょ。いいんだろうな、ね、多分再生できたら、うん、すごい綺麗で、光がないですもんね。ね、だよね。ない。レーザーディスクって僕初めて聞いた。そんなのあったんですか？でっかいやつです。でっかい DVD みたいなこと？ DVD ってレベルじゃないよね。こんぐらいのやつ、ね。てかもうの円盤？うん。だからレコードみたいなノリの。ああ、うん。レコードの映像版みたいな。ガチャコンって入れるやつがあるんだろうね、うん、きっとね。うん、あ、そういうのあるんだ。びっくりしたよ。でもどうだろう、でも綺麗って言っても、当時の綺麗だから、普通にブルーレイぐらいかも。綺麗さ、もしかしたら。その、でも、全然ブルーレイでいいもんなっていう。まあそう、昔だからね、あれは。持ってないのもうそれ。もう俺すぐ売った。あら。うん、プレミアつくかもしれない。全く同じ値段で売った。買った値段で売った。転売屋魂よ。ほんであの、すぐ売れたんだよ、うん。すぐ売れたから。プラマイゼロだね。うん、また多分俺と同じやつが届いてから、はいはい、何これってなって。今だからレーザーリスク点々としてる。繰り返してんのね。レーザーリスクの。誰も見られることなく、誰も見られることなく中身が。でもそれで言ったら、あの俺2、3万ぐらいの服買った時も、あー分かる、あーでもそれちょっと分かるか、うわー、うん、俺そっかーって思いながら、まあでもいっかとかいうふうにして買った、はいはいはい、分かる。それ俺も下北で、はい、あの下北の店じゃなくて、うん、なんかもう1週間とかしかやってない、うん、なんかもう外でやってるみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、となんかその多分個人でやってる店みたいなのがあって、そこでその全部オーダーメイドで私が作ってます、うん、へぇ、もうなんか絨毯みたいな服着た人が私が作ってますみたいな顔して、で2万とかなんですよ、うん、はいはいはい。これ俺下北で買い物行ってて、うん、これ、うん、俺初めて下北行ったのその時、うん、これ買うのが下北よなと思って、なるほど。3周して、うん、もう一回1周していいですかって言って、うん、
2周してまだ3周目であったんで、ちょっと買います、うん、って言っても2万のズボン、しかもへぇー、ズボン下かそう、上は分かるじゃないですか、なんか、うん、上高いの分かるじゃないですか、うんうん、下高いのやるやつっておしゃれでしょ、下2万かけるやつおしゃれだから、まあまあね、でそれをもう買って、でも確かなんかこう唯一無二というか、うん、その人が作ったものだから、はい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 、逆に履けなくなって、あそうなの、今もうほとんど履いてないけど、履いてない、でもなんか それの大人感はあって、なんか大人感というか東京来た感、うん、服のね値段、あでも服はそうかも、僕もだから生まれ島だからまともな服屋さんがないわけよ、だって葉っぱでしょ、うんうん、葉っぱわかめとかでしょ、わかめ一枚葉っぱで、だったらだったらもうちょっと誇れるそんな面白いやつそれはそれでね、そんなの一生こするけどなんか変な、そのなんていうの、そのいわゆるあのスーパーの一角に売ってる島村とかそういうのリストよねみたいな、うんうんうん、そうそう、だからその千葉とか最初島から行きましたけど、うん、それこそ島村もすごかったレベル、あーなんだろう、島村となんだっけ、ジーンズストアみたいなのなかったし、ジーンズメイトかな、ジーンズメイトだ、ね、ジーンズメイトかっこいいって思って、そん、ほんとそれ、葉っぱレベルよ。それ、その島、葉っぱレベル。ジーンズメイトに失礼です。いや、でも、ほんとに、びっくりしてしましたよ。うわ、こんな服があるんだ、と思って。へぇー。うん、テンション上がった服は。そう、でも全然その4、4、5千円ぐらいだと思いますけどね。そんなとこで買ってもね。いや、そうです、4、5千円ですよ。でも、その、全然デザイン感は、その島の。ワカメとは違うからかっこいいっつって、ユニクロもないの、ユニクロもないですよ、今は分かんないけど、うん、ユニクロないんじゃない、へぇー、多分、うん、分かんないけどないはず、うん、ドラッグストアはめっちゃある、あー田舎あるある、うん、東京もありますもんね、めちゃくちゃドラッグストア、そうだ、ね、あるあるある、東京は何でもめちゃくちゃある、何でもあるな、めちゃくちゃある、うん、服ね、であれ埼玉なんでしたっけ出身は、そうです、あじゃあもうそんな生活とギャップとかないのか、カルチャーショックというか、そう正直そんなない、ないですよね、まあ、東京は人多いし汚いし、うん、コンビニ不便だしとか、うん、そういうのあるじゃん、そうだ、ね、ないもん俺それ、そない、人多いし汚いしコンビニ多いなって俺東京初めて来た時思わなかったもん、そう東京って感じ、なんかベタだけど祭りだって思ったもん、あ、そういう感じ、うん、だからなんか人多いし汚いしを見に来てるというか、はいはいはい、そこに住みに来てるから、うん、それでこそ東京、あ、だから ネガティブなイメージみたいなのじゃなくてことね、そう、はいはいはい、あ、なるほどね、そう、待ち望んだ東京で、僕は広島だから、うん、種子島とかみたいな、うん、そのもうキャラ的なおもろさがある田舎じゃないから、ちゃんと普通に田舎だから、うん、あるもんはあるし、ないもんはちゃんとないんですよ、うん、だからその中途半端なのが嫌で東京来たらやっぱこれだよなーっていう、うん、なるほどね、だから今でも東京が大好き俺は、まあ飽きない東京にいいね、東京大好き、東京飽きないねいいじゃんいいじゃん、それはね確かにそのカルチャーショックないのはね、そこまで、いやもちろん最初あれだ怖いし、最初は怖いじゃん、だクラブが、クラブとか多いから、渋谷とかのその若い人が多い感じとか怖いしとかはあるけど、でもそれがなんかあの仕事っていう意味では便利なんだけど、うん、普通にそれを抜いた時に暮らすって全然魅力はそこまで感じない、はいはいはい、うん、とは思っちゃう、だったら埼玉は別に便利だし一個一個広いし、うん、それでいてねで安いし、うん、埼玉でいっかみたいな、でなんならもっと田舎行きたいなって感じ、本当は確かに埼玉ってその表情多いっすよね、その土地土地の、うん、だってそういう大宮が一番あれ栄えてる、一番栄えてるのは大宮っすね、みたいなところも あれば、うん、なんか熊谷みたいなすっげえ暑い、ね、うん、あそうですね、田んぼのとか、ああなんか結構ロケーション多いイメージ、海以外の、海以外は結構ねいいです、ね、はい、いろいろあのそういう楽しみとかはありそうな気がする、ありますね、動物園だってあるし、うん、俺やっぱ汚ければ汚いほど好きだ東京みたいなね、喧騒に住みたいから俺歌舞伎町、歌舞伎町とか全然住んでみたい、歌舞伎町のネズミ、ネズミと共に全然住んでみたい俺、うん、マジか、ネズミが越しに来るんでしょ、ね、そうディズニー、ディズニーみたいな、魔法にかけられてる、ね、窓から、うん、トントントン普通にキモいな、ネズミさんおはようっつって、でも全然俺は
人がいないところには住みたくないな。あー、だからそれで言ったらその隣の部屋から音聞こえてきても何もいいってことね。何も思わない。はいはいはい、うんうん、これこれって感じ。なんかそれもなんか一時期憧れ、なんだっけ、探偵はバーにいるから、はい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 、見た時に、うん、あれってススキの、うん、ススキの、あい、それこそ喧騒じゃん、うん、繁華街のね、諦め、あの、あ、憧れたことはあるかもしれない。なんかだからそういうで、ソファーだけで寝るみたいなやつわ、うん、かる。でもなんか俺、ね、あの憧れはさ、うん、俺らが手に入れられない憧れっていうか、うん、あそこに根付いてる人たちにしか出せない味わいじゃないですか。そうそう、だと思う。地域の地元歌舞伎町のやつの、うん、味わいでしょ。そうとかね。それは俺ね、そうそうそう、やっぱいいな、羨ましいなと思う。だからあとなんだっけ、マホロ駅前ただ便利券みたいなね、はい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 、あの下町の感じね。なんかそういいんだよな。わかる。あの汚さいいけど、多分いざ住んだらちょっと大変だろうなとか。うん、でもよそ者はね、多分住めないんだろうなと思うね。だと思うな。練馬よ、だから俺みたいな。練馬。よそ者は練馬で落ち着くのよ。なるほど。なんかさ。その俺の知り合いの都内出身の人っていうのが、うん、南部と斉藤くんなのよ。はいはいはい、で俺どなんかその結局東京出身ってなんかこの感じだよなみたいな。だから南部と斉藤くん見てるとめっちゃ思うんだよね。だから2人とももう東京の人、生まれながらの東京だから、うん、はいはい、もっと俺らよりも何にも感じてないっていうか、だろうね。そう、なんかそこ華やかな場所じゃなくて、いや地元だからみたいな感じが2人にはあって、ちょっとドライな感じというか、うん、そう、なんかハイカラじゃないんだよね、決して。うん、はいはい、でなんかそれがマジで東京の人なんだなっていう感じがして、ね、ナチュラルに。そう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 、でそのあのなんかね、そのなんかこうちょっと矛盾した感じの感じもあるから、うん、なんかそれも含めて東京に憧れないのかもしれない。はい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 。ガチの人ってこれだもんなみたいな。見てるからね。そう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 。そ、ね、これ東京出身の人がもっと超ハイクラスなイメージ俺の中にあったら、俺もいつか東京に暮らしてみたいな、はいはい。なんか俺の中の理想と現実パターンが、うん、大島さんが俺の中の理想の東京出身者って感じ。うん、あ、確かに大島くんも東京か。そう、うん、でなんか渋谷とか歩いてたら、あ、学校のここも変わったよねみたいな、俺が、あ、分かる分かる、ここも変わったんよみたいな、こんなんじゃなかったけどなみたいなこと言って、うん、わあ東京の人だと思ったり、うん、あの髪型とかが馴染む感じとか、あれ割とこじゃれたオフィスとかにも全然行けるよみたいな、うんうん、でも斉藤さんがなんか現実の東京出身者みたいな、うん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 、その池袋のみたいな感じ、はいはい、だから確かに俺はどっちもなんかどっちもどっちもどっちもでかっこいいなっていうのはあるから、うん、確かにね、やっぱりそれこそ一番顔が違うんでしょうね。ナンバー高円寺じゃん、高円寺の出身も言ってるからさ、出身も高円寺なの、高円寺ずっと高円寺なんだよ、だぽいのよ高円寺だ、じゃあゴンゲだ、そう、うん、だって南部さんの高円寺チャンネル、うん、今稼働してるかわかんないけど、うまい飯屋とか南部さんがすげえ知ってる、それを紹介してるんです、うん、高円寺芸人と一緒に、うん、ああいうの見ると本当に東京のそういうあの何でもないところを知ってるっていうか、うん、そう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 、そのあの感じね、そうそうそう、タウンワーク、タウンワークっていうか何ていうの、東京ウォーカーみたいなのに乗ってない、うんうん、みたいなところを知ってる部分が、うん、やっぱり、いやでも憧れるけどな、そういうの。まあ逆、それはそれでね、わ、まあね、かるわかる、うん、その感じの面白さあるよね。そう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 、うん、なんだろうな、それって地元愛とかあるのかな。ね、あるんじゃないですか。あるかな。じゃないと逆に高円寺チャンネルとかもやんないんじゃないですか、うん、なるほどね、うん、好きだからとかやっぱあると思いますよ、ね、高円寺って場所がまたいいもんね、だって、うん、高円寺なんかだってだいぶ東京で住みたい街ランキングみたいな、まあ、代表、東京のね、ある意味そういうサブカルチャー的な意味合いでいうところの代表は高円寺よね、結構トップにいるよね、あの辺、高円寺、高円寺、下北、なんだ吉祥寺、うん、らへん、うん、なんかは憧れでしょ、だって基本住むでしょ、芸人さんとか、あのまあ下北と高円寺、音楽の下積みしてる方とかね、売れない役者とかね、うん、そうかね、そういう界隈の人全員が通るよ ね、 そうそうそう、俺だから俺足立から始まったから、俺の東京は、うん、僕も足立から始まってる東京、足立、うん、西新井、西新井、え、俺もマジ、俺く栗原か、俺は、へぇ、で、あ、西新井のもうすぐそこで行く、なるほど、でも西新井、駅は西新井、トネリライナーっていう
のがあって、あ、俺はね、のなんかだった。それじゃない。俺は、違うとこ小、あれなんて言うんだったっけ、もう名前忘れちゃったな。湘南なんちゃらラインじゃなかったかな。終点が西新井でしょ、多分、だから。かな、うん。で、アリオがあるんだよ。あ、そう。デートを教えます。あそこね。そこにね。俺それでエンドゲーム見に行ったもん。あ、いいね。足立でエンドゲーム見に行ったもん、俺。足立から始まってるから足立やっぱ足立ってそのやっぱ新参者に優しいその安いしそう安いのよね、うん、もう治安がどうとか聞くけど知らんしそんなの別に、そう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 どうせで俺当時金髪だったんで、うん、あの働けるところがないなって思ってたら、うん、やっぱ足立はあんのよあれ足立受け入れてくれる気にしないんでしょそんなもん気にしないでラーメン屋でバイトしてて、うん、足立いいところだよなね意外とねなんかネタにされがちだけど、うん、いいとこだよ全然いやなんかそのじゃあなんでわざわざじゃあ東京に住むかって考えたらだって仕事以外の何も出物でもないじゃん、うん、それ関係なくこういうのってすぐもう何回もこすってる話題だけどさどこでもドアがあったら東京には住まないっていう人は多いでしょ、うん、それでも住む人が、うん、でもゆうきくん住みそうな気がするな俺は東京が好きだから住んでるだけど、うん、そのゆうきくんが好きって言ってる東京は人がいてこその東京でしょまあそれはそうねそのどこでもドアが実現してしまった後の東京は人すっからかんかもしれないどうなんかなでもそしたら僕東京住めるわけるな一周回ってねいやまあでもそういうことじゃないかねそれでこう分散して ね, ね いろんなメリットデメリットがちょっと変わっていって人の流れが生まれると思いますけどね、うん、違う何か文化圏が生まれると思うけどそういうことでしょうね、うん、きっとね、うん、俺マジどこでもドアあったら俺もう全然東北とか行っちゃう可能性あるうんうん、うん、東北ね、うん、はいはい寒いとこ行くんだそうなんか景色で選んじゃう秋田とかね青森とかじゃあ俺広島帰るわだよねそう、うん、東京以外って言われたら俺広島すぐそこでや、うん、なんかさめっちゃどうでもいい話、うん、マジ続くけどさ、うんだ俺逆に別に埼玉に対するその郷土愛がないっていう。なるほどね。うもうあるんですよ。それは多分埼玉あるあるなんだけど、埼玉の人って全然埼玉のこと誇りにも思ってなければ、ドライなんだよね。そう、かなりドライだと思うから、うん。どこでもドア埼玉の人に与えられたら困っちゃうと思う。どこ行こうかなみたいな。どこ行けるな。あ、そうそうそう、ね。飛んで埼玉とかができるんだ。そうだよね。そうそうそう。本当だね。みんな笑ってくからね、見て、うん、飛んで広島だったらもう、おー怒るよね、大音だよね、大あれ、まあ、ウケると思うけどまず絶対広島風がいじられる全然ウケると思うけど、うん、広島 VS 大阪みたいな、うん、飛んで埼玉で言うなら埼玉 VS 千葉みたいな感じのがあったらもう確かにマジで肩につけられてたら見るだろうし、うん、その辺の確かにこう、郷土愛みたいなのは関東圏の人に比べてはやっぱありますよねあるへぇ広島だもんてか俺やっぱ住み慣れてない町にもう住みたくないあそんなもう知らない場所に住みたくない逆に住み慣れてない方が住みたくないですかうんそうだねそうだねうん飽きない、うん、俺だからそこなのよ、うん、俺飯とかも一回ハマったらそれしか食わんし、はい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 、音楽も一回ハマったらそれしか聞かんし、うん、新しいものに興味がないんですよねそんなおじいちゃんみたいな自分がもうここがいいって言ったらもうここでいい俺さだから家建てたいんだよ本当は、うん、でまあいろんな理由があって建てないんだけど、うん、でもその建てない理由と関係ないけど建てるってなった時に一番思うのは、うん、あれ俺もう海外住まないんかなって思っちゃう建てちゃったらねそう、まあ、建てたら確かに、うん、って思っちゃって、うん、だからそれだけがもし建てたとしても心残りだと思うんだよ、なんかどっかでどこにでも行きたいと思ってるっていう。ね、その放浪ね。ね、そう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 。流浪人をしたいよね。したいよね。普通に。うん。全然。ニューヨークだって住んでみたいしみたいな。だそのためには超金持ちになんなきゃいけないじゃんみたいな。なんかロンドン、パーリーみたいな。うん、もうなんかアホっぽいけど。確かにその定住しないでいいなら定住しないかも。うん。うん。これでも世代なんかな。そうかな。ゆうぎくん。いや、俺今ふと思ったけど。うん。俺地元の俺が今仲良くしてる地元の友達は8割広島から出てないんですよ、うん、意外と割と別にそう広島って結構特殊なんですよそうなの、うん、広島静岡名古屋とか、うん、結構出る人多い、うん、ところではあるんですよもともとは、うん、
けど俺の友達はみんな広島いるし、大学で一回県外行ったやつも就職ってなったら広島戻ったりしてるんで、もう俺ら世代は割ともインドアなんかもみんな悟り世代、うん、なんか旅したいとかがないのかも。はいはい、あのめっちゃ意地悪な言い方すると、うん、その夢破れてとかじゃなく、あ、じゃないじゃない、もうだから夢がないの。じゃそうだよね、だからそう、はい、高望みしてない。そう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 。だから地元でない人は多分一定数いるけど、でもやっぱ俺なんかは世代かどうかわかんないけど埼玉だからかもしんないんだけど、うん、東京が近い分もうみんなすぐ出る、あその出るハードル低いし、ね、近いと埼玉に何のみんな未練ないから本当に残る人と出る人でも一気に分かれて、出る人はもう高校卒業してもすぐ行っちゃうとか感じだし、はいはい、俺も高校の時からもう地元にいなくて、うん、高校も地元にいたくないから、うん、わざわざ車で、あ、車、電車で30分かけて行くところに高校行ったし、地元はもう早く出たいみたいな。そうなんだ。うん、でも俺も、俺もだからそっちだから。そっちだよね。うんうん、で、俺は割り、だからそれがの割ともう2曲かぐらい結構激しくちゃんといっぱいいたい。ああ、でも全然俺の時はもう大半は広島。うんうん、残るってやつだ、うん、自己が好きだ、就職もどうでもいいみたいな、うん、働けたらいいやっていう、こだわりがないのよ、すごい就職先に。とはい、地元愛っていうか、すごい、ね、だから愛っていうためにね、そのこだわりがないんですよ、逆に、ね、こだわりがない、あえー、でここで働きたいとかがない、うん、ここ取れたからここにしようがばっかり、俺の周りは。なんかさ、そのある意味なんて言うんだろうな、そなんだろうな、いい意味で目の前のミッションをこなすっていう意味ではいいじゃん。でもやっぱり政治向きじゃないね。政治向き。なんて言うんだろうな。そうよ。じゃあみんなで投票しようとかみたいに、そうそうそう。変えていこうって。そうそう。国民的にみたいなことで、じゃあ日本どうしようみたいになった時に、ね。だから現状維持よ。だから俺ら世代は投票率も少ないかもしれない。とか保守的なのもそうかもしれないね。そうね。まあそれはもう日本全体のねあれなんだけどね、問題というか今のままでってなっちゃうね。なんかその若い人ほど保守的っていうのはなんかまたそういったとこもあるんかもしれない。意外と要素としてね、繋がってくるのかもしれない。でも俺もだからその東京出てきて、だから地元の中では割と珍しい方なんですよ。高校卒業してもう県外バッて出て、もう変なことやっ働きもせずに変なことやってるみたいなのはマジで少ないけど、そのなんか一番トラさんみたいな俺でも日本から出たいとは思うもん。全然思う。そう日本、あ、そうか。まあだからその逆に海外に憧れちゃうみたいなのももうオールドタイプよね。まあ、オールドというかまあそうね。もしかしたらそこに夢を抱いてないかも、海外に対して。いや俺昔の歌謡曲すっごい好きでさ、昔の歌謡曲聞くとさ、東京のバスガールとかそういう歌があってさ、何それ歌謡曲、東京の、まあ、めちゃくちゃ名曲なんですけど、やっぱね、昭和あの1950年代の歌とか聞いてるとね、もう日本中が東京に憧れてるような感じなのよ。だから、あ、東京が俺たちで言うところの海外なんだなみたいな、俺らがいやもう大学時代海外行っちゃえばよかったみたいな、その一歩飛び出せばよかったの象徴として俺らの中に海外ってあるじゃん、うん、海外の大学行ってあるじゃん。それが多分昔の人だったら東京行ってだったと思うんだよね。でなんかちゃんと洋楽っぽいノリとかも70年代とかって入ってくるし、うん、でなんかサウスポーとかなんかペッパーケーブとかなんかアメリカのアメリカンドリームみたいなノリとかも出てきて、ほら東京サイクラみたいな、はい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 、ゴリゴリ東京ソングとかもあって、だからそのとにかく地元を離れて東京で成功するか死ぬかみたいな、そっか、何かなす、何かなす、成し遂げる、何かになるみたいなのは確かにもう今そんな歌ないっすもんね。ね、そんな歌ないよね。今ないね、そんな歌は。若者そんなの歌いません。そういう歌ないかも。うん、ないよ。インスタグラムがうんたらかんたら。確かにそれこそさ、尾崎がさ、盗んだバイクで走り出す、あの感覚すらあまりないよね。確かに。なんか俺別に、尾崎の盗んだバイクで走り出すっていう歌詞に対して、俺ら世代って多分冷めてんのよ。まあ、世代ではないっすね。世代ではないです。もう冷めてる。だけど、唯一わかるのは、盗まなくていいからバイクで走り出したいじゃん。俺だって多分そこなのよ、ね、走り出すのはあるんだ。そう、その盗むダセーはもう俺らの時にあるのよ、でも夜の泊まりには行きたい、行きたい。そう、でもそれす
らもなくなってくんだろうなって思った今。なんかそのなんか遠くに行っちゃいたいみたいなことじゃないんだよね、多分。うん、きっとね、うん、もうね。確かにそうかもしんない。だからその夜の帳求めるのはまだなんかちょっと昭和感残ってるんだよね。あとやっぱそのに行かないと手に入んないものがいっぱいあったじゃないですか。うん、でも今は別に種子島でも手に入んないものがないでしょ。ネットフリーあるから。まあそうだね。ネットフリー、アマゾン、そう、ユーネクストでほとんど何でも見れるからね。見れるし、娯楽もそうだね。だし、ないし、流通もだし。流通もそうだね。だからもうそれがないんでしょうね。別にここで東京でしか手に入らないものってないから。まあだから、どこでもドアをもう持った状態で。うん、そうだね。実はね。実はね。僕、地方住もうかな。ねえ、うん。だって別にたまになんかそういう、なんかドラマの撮影とかが入った時に来いばいいんじゃん。ね、だって YouTuber で逆に東京住んでる人の方がなんか少ないんじゃない？少ないんじゃない？ねえ、うん。だってその分の家賃も置くでしょ？そう。その分の家賃、浮いた家賃で。え、回ってる？行けばいいじゃん。回ってる回ってる。そうです、うん、そうです。すっごいじゃん。そのどこでもドアあったんだ。あるのよ、もうすでに。その人たちはもう手に入れてたのよ。なるほどね。それ入れてたんだ。そう。俺らだけ、あったのに、気づいてなかった。気づいてなかった。あー、なるほどな。躍起になってね。うん。東京行かなきゃ。東京だ。それでは聞いてください。尾崎豊で。いや、ほんとそう。なるほどな。電池がそろそろまずいかな。確かに終わりないからね、これ1時間話してるから区切りいいから、ね、止めとこう。